はい、こんなニュース記事を見つけたんで紹介したいと思います。世界初のエコノミー3段ベッドニュージーランド航空が来年導入。空の旅は体験し尽くしたなどとは言わせない。近々長距離路線のフライト体験を向上させる新たな試みが始まる。ニュージーランド航空は2024年世界の航空会社で初めてエコノミークラスの乗客向けにカプセル型ベッドを導入する予定だ。大陸を横断する長距離のフライト中、比較的安い料金でより快適に休めることになりそうだ。この比較的安い料金というのが気になりますよね。これがね、200ドル、300ドルとかなるともう高いなーって僕なんかの感覚ですよね。100ドルだったらうーんってちょっと考えるぐらいでって感じですね。で、次、ニュージーランド航空が来年から一部機材で提供を始める予定なのはスカイネストと呼ぶ3段式ベッドスペース。エコノミークラスやプレミアムエコノミークラスの乗客はチケット代とは別に追加料金を払えば1回につき1ベッドを4時間借りることができる。スカイネストは既存のワイドボディ機、総通路機のほか、ニュージーランド航空が最近購入し、超長距離路線に就航する787ドリームライナーに設置される予定だ。スカイネストのレイアウトは旅客列車の半個室寝台に似ている。共用スペースに3段重ねのベッドが2列置かれ、中段と上段のベッドには付属のはしごを使って登るということですね。チケット代とは別に追加料金を払えば1回につき1ベッドを4時間借りることができる。1回につきってことは2回借りることもできるってことなんですかね。そしたら8時間いられるってことなのかな。でもこれ、ね、予約 だと思うから空きがあったらなんか延長みたいな感じでできるってことなんですかね。三段重ねのベッドが2列置かれ、結構な狭いスペースで寝るのにいびきとかなんか気にならないのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。はい、次、ベッドに入って遮光カーテンを閉めれば内部はほぼ真っ暗になる。各ベッドにはモバイル機器用の充電ステーション、換気口、読書灯もつけ備え付けられている。使用後は毎回スタッフがシートの交換や室内の消毒をする。スカイネストのレイアウトを最適なものにし、乗客が静かな空間で一眠りできるようにするために、ニュージーランド航空は設計に延べ17万時間以上費やしたという。提供開始が近づく中、オークランドでメディア各種関係者らにプロトタイプが公開されている。ニュージーランド航空はこのほか新たなビジネスクラス、ビジネスプレミアラックスも来年から提供を始める予定だ。一部機材の前方に設置され、プライバシーをしっかり確保できるドアやオットマン、なんだこれオットマンってちょっとわかんないです、より一般的なタイプのフルフラットシートを備える。すっごいなこれ、設計に延べ17万時間以上、相当気合入ってるって感じ。はい、次、スカイネストはビジネスクラスのフルフラットシートや、エミレーツ空港がエアバス A380 で提供しているファーストクラスの個室ほどのプライバシーは期待できないかもしれない。それでも長時間のフライト中4時間の間は窮屈なエコノミー席から解放され、くつろいで休むことができそうだということですね。僕の感想を話す前に一つ疑問があるんですけど、機内食どうなんだろうと思って、その機内食の時間になったら自分の席に戻って、で食べて、でベッドに戻るのか、
で、うん、まあベッドの上で食べるってことはできないと思うから、やっぱそうなるのか、あとはもう爆睡してて、その機内食の時間を逃しちゃうと、もう寝てたらもう辞退みたいな感じで、機内食辞退しますみたいな感じになっちゃうのかなとか、そういう感じですよね。でも感想を言うと、やっぱり200-300ドル払って、多く払ってって 200-300ドルって決めつけちゃってる、もっと高いかもしれないけど、エコノミークラスのチケット買う人間が4時間のためにそんなお金払うかなとかちょっと思いますよね。だったらちょっと我慢して、美味しいもん食べるために、取っとこうとかなるんじゃないかなとかって思うんですけどね。もうほんと100ドルだったら考えるかなぐらいで、まあ、100ドルなんて、まあ、ありえないのかもしれないんですけど、だからこのサービスどうなんだろうっていう、需要あんのかなってちょっと感じましたね。まあ自分が小金持ちになったら利用したいなみたいな感じかもしれないですね。はい、ということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。